四国主任、ボイボ中学校からお電話ですよ。学校？何かしら？はい、変わりました。四国です。お仕事中すみません。ボイボ中学教諭の春日部です。ズンダモンさんのことなのですが。娘に何かありましたでしょうか？今日も含めてこの一週間、連絡なしでずっと学校へ来ていないんですね。ちょっと心配になり、お電話させていただきました。そんなはずは、今朝だって普通に家を出ましたし、私の仕事の都合で顔を合わせない日もありましたけど、基本的には朝出て夕方帰ってきていましたわ。そうですか。ひとまず、不慮の事故などでなくてよかったです。よろしければ、今日明日にでも、お母さんの方からズンダモンさんにお話をしてみてくださいませんか？わかりました。ご心配をおかけしてすみません。いえいえ、よろしくお願いいたします。はい。ただいま、なのだ。ズンちゃん、ちょっといい？なのだ。今日、担任の先生から病院に電話があったの。あなたが最近学校に来ていないって心配していたわ。のだ。事実を確認したいわ。本当なの？うん、本当なのだ。そう、訳を聞いてもいいかしら？それは、僕が学校へ行くとみんなに迷惑がかかるのだ。迷惑？なんで？コロナがうつるのだ。無症状なだけでお母さんも感染してるかもしれないし、僕も感染してるかもしれないのだ。だから学校へは行かない方がいいのだ。ズンちゃん、みんなにそう言われたの？直接来ないでとは言われないけど、でもみんないつの間にか僕のお母さんがボイボ病院で働いていることを知っているのだ。ボイボ病院でコロナ患者の対応に当たってるって。そうしたら陰で何を話してるかくらいわかるのだ。ズンちゃん。わかりました。お母さんは来月で病院を辞めます。お母さん、いいのだ。確かに今、私が辞めたら困る人はたくさん出ます。命を落とす人も出るかもしれません。でも、私の仕事のせいで、大切な娘がこんなに辛い思いをしていると知った以上、続けられません。お母さん。